というわけで本日はこちら新橋駅から徒歩 1、2分、東京プレミアムリンガーハットさんにやってまいりました。いえー、なんでもこちらのお店リンガーハットの中でもひときわ異彩を放っております。ちょっとセレブな雰囲気漂うリンガーハットさんということなんですけれども、こちらのプレミアムリンガーハットでお肉がっつり混ぜ麺になるジャンクなメニューをですね、ちょっと下品にいただいてやろうかなと思っておりますよ。果たしてどんなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切ってガガガガガガーって。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、この看板の字のフォントだとかお店の雰囲気が全体的にグレーだなっていうところからして、誰がリンガーハットだなんて思ったりします。ちょっと小粋なバルといった感じなんですけれども、こちらバル的なリンガーハットさんでワインなんかもいただけるなんてビビりましたね。ビビったついでに牛がっつり混ぜ麺のことをお肉たっぷり混ぜ麺なんて間違っちゃったりしましたね。果たしてどんなお料理なんでしょう。それでは現場の竹中さん。おいほーい、こちら現場の俺が竹中です。はい、というわけでこちらが牛がっつり混ぜ麺の大盛りです。米の部分がそのまま麺になったんじゃないか説すら漂うこのボリュームですよね。いや、ここまで来たらもう素直に牛丼食えやっていうツッコミすら聞こえてきそうな感じですけれども、丼が到着した瞬間に変わってくるこの甘辛い香りたまりませんね。それでは早速いただきます。はい、というわけでね、もう西の子の言わぬと混ぜ麺なんでガッツリ混ぜていただきますよ。はい、そうだ、こちらの麺いつものリンガーハットさんの中太のちょっと縮れたタイプの麺ですね。うーわ、甘辛いタレがね、これね、ちゃんぽん麺によく合ってて、ちょっとだけね、このね、甘辛いタレが麺の中に染み込んでて、麺自体も美味しいという感じで、これは本当に夢。決まりましたね。これは夢のように美味しい。夢うまですよ。はい、それではこちら、牛丼の、牛の、いや、牛丼って言っちゃった。牛がっつり混ぜ麺だつくの。牛丼って言っちゃいましょう。こちら、牛の部分いただきましょう。うん、なるほど。いわゆる牛丼のっていうよりか、どっちかっていうとね、すき焼きに近いタイプなのかなっていう印象で、ちょっと甘さを強めに感じますね。これはスイーツ好きの私としては甘さ申し分ないです。いや、こちら紅生姜もはっきり言ってもそっち寄せてきてんなっていうぐらい牛丼に近づいてますね。はい、一応ね、ちゃんぽんらしさを残してるっていうね、最後の主張なのかな、このね、かまぼこが入ってるっていうことで、牛丼じゃないよっていうところで踏みとどまってるんじゃないかと、私は踏んでますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いえー、美味しかったですね。どこがプレミアムなのかっつって、お店の内装と雰囲気、まあ、あと立地っていうところでしか感じられなかったですけれども、雰囲気はね、ジャズなんかが流れてたりして、一般的なリンガーハットさんに比べてちょっと大人な雰囲気でしたね。そして牛がっつり混ぜ麺なんですけれども、ほぼ牛丼なんじゃないかなっていうラインナップの中、甘辛いすき焼きを思わせるような濃厚なタレが麺
麺に絡んでちょっとだけ個性を発揮してたあのかまぼこなんかとも合わさって、いやとっても美味しかったですね。ただちょっと後悔なのが、なんで卵トッピングしなかったのかなっていうところを、いやちょっと後悔してますね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら東京プレミアムリンガーハットさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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